はい、どうも、りゅうです。まあ、最近ね、ツイッターとかね、インスタ、あと、YouTube のコメント欄とかに、僕のルーティーンをちょっと見てみたいっていうコメントをいくつかいただいてまして、まあ、今回ね、せっかくなんで、ルーティーン撮影しました。先に軽く説明しておくと、毎回ね、撮影してるこの場所なんですけど、まあ、この場所はね、実家でして、まあ、普段ね、住んでるところからね、車で30分ぐらいなんで、はい、まあ、撮影のたびにね、週末実家に帰ってくるって感じです。だいたい金曜日か土曜日に帰ってきて、次の日撮影を1日で撮ってまた戻るって感じです。まあ、だいたいね、いつも撮影のある日はこんな1日だよって感じで撮ったので、よろしければ最後まで見てください。では僕の撮影がある日のルーティーン、どうぞご覧ください。スタート。雨だね。バラがね、いい感じに咲いてきたんで、今日はね、バラをちょっと一輪ね、いただいちゃいます。今日はちょっとだけね、ファビュラスな風呂で気分を変えていきたいと思います。はい、今からね、撮影前ってことで3日間ぐらいね、生やしたヒゲたちを一気にね、引っこ抜いていきたいと思います。で、いつもね、コナン公式 YouTube チャンネルを流しながらやっているので、まあ今回も、ちょっとコナンを流しながら、引っこ抜きたいと思います。ずっと、君を見ていた。はい、洗顔終わったんでね、パックしていきます。今日はね、こちらのマスク使います。ダダダン。ドゥルルッドゥドゥルルッドゥドゥドゥルッドゥドゥルンドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥルンドゥンドゥドゥルンドゥンドゥ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 ンフー。いや、最近さ、マジ太っちゃって、もうね、腕とかタルタルなんすよ。あー、この残ったシートをね、中に入れて、こうやって。はい、あとはね、頭洗って、お風呂上がりたいと思います。ちなみにね、使ってるシャンプーとコンディショナー、こちらでーす。はい、こちらね、なんとコナンプラザで買った、灰原愛ちゃんのシャンプー、まあ、シェリーだね。シェリーのシャンプーとコンディショナーでーす。髪長っ。はい、というわけでね、お風呂上がったんで乾かしていきます。モリチアはい、こんな感じでね、完成しました。ここら辺だけちょっとね、ウェーブをつけております。じゃあもうお昼時なんで、今からね、ご飯を買いに行きたいと思います。はい、今日のお昼はあんかけスパゲッティです。早速いただきます。はい、ご飯食べてね、一服したところで撮影の方していきたいと思います。今日はね、こいつを開けます。これはね、コナン探偵社の通販サイトで買ったものが届いたんでね、そちらになります。せっかくね、探偵者ってつくので、今日はね、探偵衣装に今から着替えて撮影していきたいと思います。
今回皆さんに集まっていただいたのは理由があります。ダメだ。調べによるとコナン探偵社はゴールデンウィークに入る前からなんと通販を始めたようだ。えい、どうした、どうした、何どうしたの。はい、はい、お前でっかいうんこしてんな。ちょっと掃除したるわ、待っとって。今日はこれも届いてたんで、ちょっとこれもね、開封してセッティングしていこうと思います。まあ何かはね、ちょっと開けてのお楽しみということで。じゃじゃーん、 B1 の額縁でけー、完成しました。いきます。じゃじゃじゃーん。入りきらない、やば。はい、なんとね、こちらのポスター1000円で購入しました。で、額縁がね、5000円ぐらいするんで、もう額縁の方が高いっていうね。むしろ、個人的に価値は逆なんだけどね、額縁の方が安いだろうっていうね。これをね、部屋に飾りたいと思います。はい、今から夜ご飯です。なんかめっちゃ野菜もりもりセット with サーモンです。貴重な実家ご飯ですので、ありがたくいただきます。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。あと寝るだけになりました。はい、まあ、大体にいつもこんな感じで撮影にね、一日費やしてる感じです。あ、ちなみにね、ここの布団朝と違うと思うんですけど、ここはね、僕の部屋のベッドになります。朝寝てたところは今と繋がってる部屋で、犬と一緒に寝る用のベッドです。フラン君がいつでもね、給水とトイレに行けるように、一緒に寝る時だけ1階で寝てます。はい、といった感じでね、楽しんでいただけたでしょうか。まあ、特にね、変わったことやってるわけじゃないんで、まあ、普通の生活なんですけど、少しでも興味を持っていただけた方、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。あと、SNS もやっております。こちらもね、ぜひフォローよろしくお願いします。ではね、また次の動画でお会いしましょう。おやすみ、グッドナイト。